皆さんこんこにちはレクセン人講師の田です本日はですねこちらご紹介させていただきたいと思います夏今7月頃ですね7月から始める行政書士試験 S 式行政書士合格講座のすすめということで今この動画をご覧になられている方はですね行政書士試験今の時期からちょっと受けてみようかなとただ今夏からですね行政書士試験を勉強して合格できるんだろうか どうなんだろうかというところ、まあですね、こう皆さん、お聞きの中にはじゃあ、もう今取ろうと考えていると何かの講座を取ろうと考えているけれども夏からです、ね、どのような講座を取ったらいいんだろうかというような不安であったり疑問であったりを抱えている方が多いんじゃないでしょうかとそこで,です、ね、本日は S 式行政書士合格講座というものがレックにはありますので S 式行政書士合格講座というものはどうでしょうかというところを ですね、少しご説明させていただければなというふうに思います。でですねじゃあ今の時期から夏から勉強してですね合格できるんだろうかというところから攻めていきたいと思いますがこちら見ていただけますでしょうかと。 試験本番はご存知の方も多いかと思いますが11月が行政書士試験ですねそして今逆算すると7月ですから7891011という形で4ヶ月とちょっとですね4ヶ月とちょっとが残されているというところですが行政書士試験に合格な必要な区間は一般的には最低6ヶ月って言われてるんですね、えー、最低6ヶ月ですからもう今4ヶ月とちょっとしかないじゃないかと。 確かに一般論的にはこれ厳しい戦いにはなるとただこれ合格できないわけじゃないんですね戦い方次第で合格ができるんですとただし通年の講座を取ってみようかなということになったら通年の講座は十何万とかしてですねコスト非常にかかりますとどの予備校さんでもコスト非常にかかりますとまたですね講義時間も非常に長いですから講師が丁寧に話していったりするわけですから講義時間も非常に長いと となってくると、4ヶ月ちょっとでですね、講義時間長いところをすべて聞き切れるんだろうか、これ困難ですよね。えまた、聞き切ったとしても試験合格できるんだろうかと、聞いて合格できるような試験ではない、聞いた上で内容を理解した上で、試験問題、問題演習、アウトプットと言われるところを訓練していかなきゃいけないわけですよね。その時間も必要になってくる。となってくると、今、あとで残された期間4ヶ月ちょっとで、通年講座を取るということは、非常 ここにコスパが 悪いと非常に費用対効果が悪いといとととううこにになってしまうと非常にお金がもったいないという話になるそこでですね「S 式行政書士合格講座どうでしょうと」と講義時間っていうのは60時間ぐらいでしかもですね1コマ15分ぐらいですから1コマ15分ぐららいですからあの隙間時間ですね通勤通学中の通勤に1時間行きにかかる帰りに1時間かかるという話であったらトータル2時間ですね2時間でえ授業を聞いて 見ようかなと隙間時間スマホで見れますのでと1ユニット15分ほどですから8ユニットぐらいですね8コマぐらい聞けちゃうわけですよねえ通年講座だとそうはいきませんと。 通年講座っていうのは1時間2時間3時間ぶっ続けで授業があるわけですから隙間時間で聞くということはなかなか困難というところも結構あるとなので通年講座を今から取るっていうのはなかなかコスパが悪いのでおすすめはできないそこで「S 式行政書士合格講座」ですね60時間ぐらいでインプット全体像を把握して問題演習して試験臨みましょうというところにはなってくると。 じゃあですね分かったよとお聞きいただいている方分かったよと何がだと通年講座だと確かに金かかっちゃってコスパが悪くて今からだともったいないとじゃあちょっと通年講座やめようかなとお前 S 式で時間短くて効率的にとか言ってるけれども本当に合格できんのかよ とといいいうふうに思われてる方が多いんじゃないでしょうかと確かにですね、えー、S 式時間短いですから皆さんの努力が必要だっていうところは通年講座でも私たち講師がですねお話をする時間も少ないですから皆さんの努力っていうところは要求されてきますがただし合格できるのかといったら合格者は実際出てる夏からあ勉強されても合格者の人は出ているんですと。 本当かよという形でちょっとイメージ湧かないと思いますのでちょっとイメージ考えてみていただけますでしょうかじゃあ今皆さんがですね夏から始めるということで勉強を始める法律の森の中に足を踏み入れるわけですね金かかると金かかるからお金かけたくないから自分でちょっと頑張ってみようってなった時この森の中に皆さん今ポツンと立っている状態ですねでこの森の中から出口探して、えー、生還してくださいと脱出してくださいと言われていると。 ここれが独学でで勉強すするっていうことですね右も左もわからないどうやって脱出したらいいんですかってなりませんかとそれはそうですよね。 一方で脱出する生存確率を飛躍的に上げるとなったらガイド付きですね専門家の人をつけて一緒にですねこの木はあ綺麗ですねあの木はあ危ない木ですね倒れそうですねとかこのきのこは食べれますよとかこのきのこは食べれないですよとかいうことを手取り足取り時間をかけて説明してもらいながら出口を目指すというのがこれが通年講座ですね。確かにににですねそういういいい丁寧に教えてたただいた方が合格脱出 質のの可能性というのは非常に高まりまりすよねでも先ほど言ったように通年口座を今の時期から取るっていうのは非常にコスパが悪いコストに見合った成果を得られるかわからないとそれにですね十何万もかけられないよっていうことになるわけですよね。 皆さんとしてはできる限りですね自力でコストかけずに脱出したいと出口を目指したいと思いますよね。でも完全に自力独学という話だと右も左もわからないのにどうやって脱出するんだで合格するんだという話になってしまうとじゃあ考えてみてくださいどうやったら皆さん自力自分で頑張る部分を多くしてでも合格できると思いますか脱出できると思いますか これ全体像地図指針というものがあれば可能じゃないですかと。 もうう一個考えてていいただだきましょうこちら見てくださいと今皆さんがこの森の中のこの辺にいるとした場合ですね全体像であったり地図というものがあれば出口がこの辺にあるんだ道がこの辺にあるからこの辺まで行けば誰か車とかが通って助けてくれるかもしれないっていう目安全体像というのが分かっていればどうにか今自分がここにいたとしても全体像を把握してその出口に行くため全体像の出口に行くための のチェックポイントですね重要なポイントこの木が目印だなぁとか重要なポイントだけを皆さんの頭の中に入っていればどうにかここにいたとしてもガイドついてなかったとしても目印を手当たりに手探りにですね出口目指せるんじゃないでしょうかとどうですかとイメージ湧いて聞いていただけてますでしょうかあこの点ですね組織行政書士合格講座は60時間ほどで全体像合格までのところを把握しましょうと 通年講座っていうのは確かに情報量が多いですからこの景色すべてを説明していくというようなお話になってくるわけですけれども S 式行政書士合格講座はこの出口までに必要なところの全体像を確認してですねあとは重要なところを確認をしていくこれが講義でやるところですね法律、試験に出てくる重要なところを講義のところで皆さんに押さえていただくとここに絞れば60時間ほどでですね攻略はできてくる。 全体像というものを把握することはできてくると、そしてまたこの指針把握で全体で六十時間ほどですから一日二時間ですね時間取っていただいて隙間時間確保して聞いていただければ一ヶ月ぐらいで全部聞き終わっちゃうわけですね一ヶ月ぐらいで聞き終わってしまったら残りの三ヶ月ぐらいあるわけですよねそこでテキストであったり問題集であったりをこなす訓練をする要は皆さんがサバイバルする際の武器を皆さん自身が磨き上げていくということが必要。 になってくると このようにコストを抑えて時間を有効活用すればどうにか出口にはたどり着ける実際にコストを抑えてもですね S 式行政書士合格講座っていうのは通年講座の4分の1ぐらいの額ですとその4分の1ぐらいの額ですが一般合格率の3倍ぐらいの合格率というものは皆さん頑張っていただいてですね出ていますので実際上も合格者が出ているんですと。ややるかかかからないかというととうころにかかってく くるんだなというところをですねただですね皆さんに注意いただきたいのは 今から皆さんは勉強すするわけですよねそうなってくると残された時間はは少なないいいわけでですすとと戦い方にに工夫というものが必要になってくるんですよじゃあどうやって戦ったらいいですかというところを最後にお話しさせていただこうと思いますが1つ目が全体把握型ということでえまずはですねこちらの図にあるように講義を主張していただいて全体像を把握すると法律の全体像というものを把握していただいてその後にあとから から通通勤通学時時間間間など隙間時間でもう1回聞くと何度も聞くことによって自然にですね聞いてるだけでも覚えていくこと多いですから何度も2回目聞くことによって記憶を定着を図るとともに隙間時間で聞いたもの単元というところをご自宅に帰ってから少し時間と取っていただいてですねテキスト問題集を解く使う絵に向かうという時間を取っていただきたいと。 その上で、えー、アプリ、ですね、えー携,えー、携帯、えー、スマートフォンの中で、ですね、このアプリも結構皆さんに合格してほしいということで、えー、1800問ぐらい、ですね、一般の書籍、市販の書籍、1冊分ぐらいの問題量はあ、アプリの中に入ってますから、このアプリなども、ですね、お風呂に入ってる時間とか、ですね、えー、暇な時間にちょっとですね、問題解いてみると、こういう形で学習をしていただいて、現在進行形、最初全体像を確認したら、あとは現在進行形で勉強 勉強をしていっていいったただきたいんですがただ皆さんには残された時間が限られていますから全体像を把握しているという時間というのはちょっともったいない気もしてくるわけですね。 そこでじゃあどうしたらいいのかっていうとここ見ていただきたいんですが民法行政法というところに非常に大きなウェイト置いてますよね。そそこでで、えー、の上で憲法商法法商会社法一般知識という形で配置してますがこれどういう意味があるのかっていうと。 行政所持試験はです、ね、300点満点なんですすねね点点満なんそして合格点というのはこの300点満点中の180点以上を取れば行政所持試験は合格できるそういう試験なんですとただし注意点としては一般知識56点分ありますけどその中で最低24点というところは取ってくださいねというところはありますがいずれにせよ180点以上を取れれば合格できる試験なんですね。でですね皆ささん見てくださいと 民法・行政法の得点ウェイトは300点満点中の188点民法と行政法を極めてしまえば8割9割取ってあと一般知識のところで最低点確保してプラスアルファのところを取っていただければこれ行政書士試験憲法、商法、解釈法なんてやらなくても合格できてしまうんですね極論言ってしまえば。 それぐらい民法行政法がこの行政書士試験においては本丸になってくるここをどう倒すかというところここをどう勉強するかっていうのが非常に重要になってくるわけなんですとそこでですね皆さんには限られた時間しかありませんからおすすめの勉強法としてはこちらですね。 本丸攻略型ということで今見ました行政書士試験では民法行政法が本丸ですから隠しになるところですからここを中心に攻めていきましょうとですから民法行政法の勉強時間をウェイトを増やしていくとそしてまた通勤通学中全体像を把握するという時間を通勤通学中の隙間時間の講義の主張という形に置き換えてですね通通勤通学中の隙間時間時に、えー 聞聞ける単元聞きますよねで行事宅帰ったらじゃあその日聞いた単元のですねテキストであったり問題集であったりアプリの問題というところをその日のうちに処理するとそれを進めていくとまあ、要するに全体像を把握せずに即現在進行形で聞いてその日の単元を勉強してを繰り返していくと。 で民法については1ヶ月ぐらいで民法全体像は終わるようにですね皆さんがスケジューリングしてこれぐらいの時間を1日に取らないといけないんだなということを考えていただいてですね1ヶ月でどうにか民法を全体像を一通り講義とテキスト問題集アプリというところをこなすと。 次は8月になったら今度は行政法る丸々1か月ぐらいかけてまたスケジューリングしてこれぐらいの時間が必要なんだなということで,え隙,間時間で講義中隙間時間で講義を聞いていただいてあとはご自宅に帰ってからテキスト問題集ドリルとアプリというところを解いていただくと。 その上でですねじゃあ9月から直前期にはどうしたらいいのかとなった場合全体像を民法行政法を確認してある程度テキスト問題も解いてるわけですからあとは民法行政法の問題演習であったりアプリの時間を多めに取っていただくと。 えじゃあ民法、商法、会社法で基本的なところで解ける問題あるかもしれないわけですからその部分については通勤・通学中などの隙間時間に憲法、商法、会社法を聞くと時間がない方はあ問題演習とかする時間ないという方はとりあえず聞くと隙間時間にこの期間は聞くというのを意識していただいて。えー 憲法処方解除法の問題の中でも何問か確保できるようにしておくとその上で最終的にもしというところを受けて本番に慣れていざ本番を受けてみようというところになるわけですね。 最初の方にも少し申し上げましたが聞いてるだけじゃ行政書士試験受からないわけですとそこで問題演習も必要になってくるとただし憲法、商法、会社法というところは先ほど見たようにかなり得点ウェイトというところは低いと範囲は広いけれどもウェイトは低いわけですから今の時期から勉強するんだったら民法、行政法のインプットアウトプットに時間を割こうと7月、8月は民法、行政法のインプットの時間アウトプット ブの時間をとって。 勉強をしていくとその上でアウトプットですね問題演習の訓練をすればするほど合格は高まってい合格率は高くなっていきますから9月10月直前期では民法行政法の問題を中心にやっていって隙間時間手机に向かえない時間は憲法、司法、会社を聞くという形で対応をしていただきたいとこうううなったらどうでしょうかと先ほど言ったように300点満点で188点が民法行政法民法行政法を極めるってなったら4 ヶ月ぐらいでもでもきますよねと頑張ればできますよねと合格できるんですというところになってくると。 以上ですね、えー、S 式行政書士合格講座夏から合格できるんですかということでお話しさせていただきましたけれども確かに期間というものは限られているので厳しいですとただし戦い方ですね民法行政法が188点あってですね合格点というのは基本的に180点超えれば合格できるという試験ですからそこに、えー、本丸に。えー 着眼してですね着眼点を絞って勉強して訓練をしていけばあ合格というのは不可能ではないただしです最後皆さんにお伝えしたいのはこちらですね。 戦い方次第で合格はできるんですがただ迷っていればどん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 ん時間合格の可能性というのはなくなっていくと今ならまだ4か月ちょいありますから今だったらまだ戦略的に戦えば合格はできてくるだけれども今の時期を逃すともうかなり厳しくなってくるだからこそやるなら今なんですよということをちょっと最後に強く皆さんにお伝えさせていただきたい。 今日の決断、今日の一歩が皆さんの未来を変えるかもしれませんよと私も普段はですね行政書士実務家として行政書士をやっていますけれども行政書士っていうのはですね皆さんどんな仕事ですかとただ紙書くだけじゃないんですね皆さん今の生活している皆さんの世の中は何で回ってますかと行政手続き抜きで回ってますかと。 すべて行政手続きが根底にはある建物建てるにせよ電車走らせるにせよ何をするにせよ行政手続きっていうものが必要になってくるんですね要は今現在の皆さんはディズニーランドならぬ行政法ランド行政法パークの利用者になってるんですね税金を払って行政手続きの上で成り立っている世の中を利用していると いうポジションにあるそこでですね行政書士になったらどうなるかっていうと行政書士のお仕事は行政手続きを。 扱うお仕事ですから要は行政法ランド行政法パークにどのような施設を設置するかどうするかとどうやったらお客さんたちが喜んでくれるかというパークランドの運営者側に回れるわけなんですと非常にできる範囲も広いですし夢のある仕事なんですと考えてみてくださいと空飛ぶ車ができたらどうですかとそれにも行政手続き絶対絡んできます宇宙がビジネスの場になったらどうなりますか それにも絶対行政手続き抜きき抜ででではできないわけですとこのように行政書士っていうのは単なる代書や紙を書くという存在ではなくて世の中行政法で回っている世の中において活躍する場というのは非常に広いんですと。 私の知り合いの行政書士の中には趣味でですねオタクという,うオタク文化のところで、えー、を趣味にしている方がいますがオタクの人たちの活動の際ですね集会やるとかなったらその手続きが必要ですよね、えー、集まるとかいう話になったら手続き必要ですよね道路を使うってなったら手続き必要ですよねそういうところを専門にしている方もいると皆さんの趣味の世界でもですね、えー、絶対にですね行政手続きっていうところは絡んでくる。行政書士という もののは非常に夢のある仕事ですから気になる方は行政書士っていうのはどういうお仕事なんだろうかっていうのをネットで調べればいっぱい出てきますからあそういうところも調べていただいてですね是非ですね 行政書士試験に合格していいたただきたい夢のある仕事ですよとは言ってもまずは合格しなければいけないえ合格するためには今の時期から合格するためにはどうしたらいいのか戦略的に戦ってくださいその上で戦略的に戦うにおいて S 式行政書士合格講座っていうのが非常にコスパがいい講座にはなってるんですよと。 いうところで、本日ですね、夏7月から始める行政書士試験、組織行政書士合格講座の進めということで、短い時間ではありましたけれども、皆さんにお話しさせていただきました。ぜひですね、お取りいただける方はまた実際の授業の動画の中でお会いしたいと思います。それでは皆さん、ぜひですね、行政書士に合格して、一緒に実務の世界を回していけたらというふうに私も思っています。ぜひ 頑張ってくださいそれでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございましたこれにて終了とさせていただきます